クリスマスまでね、もう残り少ないので ね、まだちょっと決めれていなくて、はい、焦ってるっていう方はやっぱりどうしてもダークな色目が秋冬は多くなるので、パッと白が入るとすごく映えますよね。入ってまいりました。発売しちゃってもいいんですね。はい、いいんですか。あの、入ってきたてです。あ、すごい可愛いので、それも大きな魅力ですよ。共同でつけれる、シェアができるっていうところ、はい、まあ、送っても、まあ、一緒にも使えますよっていうところが。なるほど。いつも無事ネットワークをご覧いただきまして誠にありがとうございます。岩佐です。よろしくお願いします。ビリエタの米花です。なんか今日はクリスマスプレゼント探し、はい、お勧めいただけるということで、はいはい、あ、ちょっとぶりですね。久しぶりですね。愚痴だけネットワークなんかなって思ってたんでいや、まあ、あれですかね、女子アイリス以来ですかね。そうですね、はい、最近自分に買い物したって聞いたんですけど。あ、そうなんです。ちょっとね、欲しかったもので、はいはい、手に入れたんですよ。はい、僕も買ったんですよ。あ、もう買いました。はい、はい、あれですよね。あれです。これノイキャンセル、ね。そうなんですよ。私はちょっと BOSE の最新のノイズキャンセリングのイヤホンを買ったんですけども。ね、いいんですよね。出張のね、時に。僕も、先々月ぐらいに Apple の AirPods Pro を買いまして、やばいですね、あれ。寝れますね。はい。ノイズがないんで。いや、本当にね、快適ですよね、移動が。はい、というわけで BOSE と Apple の宣伝でした。はい、はい、そんなもおすすめ、はい、こんな感じで、今日は、はい、じゃあスタートしましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、なんかやっぱプレゼントで一番悩むところってやっぱサイズとかだったりすると思うんですよ。サイズは全くわからないですね。そうですよね。あの、洋服やバイヤーでありながら女性の、あの、サイズに関しては全くわからないです。そうですね、はい、まあ、こちらもね、なんか把握している方だと、はい、あの、ご提案はしやすいんですけれども、やっぱりそうじゃないっていう場合も多いので、はい、まあ、この時期特にそのクリスマス、まあ、いろいろこう年末にかけてイベントごとがある方とかも多いと思うので、まあ、ギフトっていうのは毎シーズン取り入れてはいるので、まあ、その中でもサイズがいらないもの、まあ、雑貨っていうところ、それは助かりますね。はい、あの、どんなものがあるんですかね。はいはい、でまず、あの、こちら、はい、もう最新の21年 SS もうあるんですか。入ってまいりました。発売しちゃってもいいんですね。はい、いいんですか。あの、入ってきたてです。あ、そうなんですね。はい、またいい色ですね。大好きなブランド、はい、ね、マルニです、はい、定番の、はい、これ定番なんですね。はい、はい、二つ折りですね。こういう感じで小銭、これはいいですね。小銭と、はい、あとカードも入り、はい、お札も入る。まあ、最近は結構あれですよね、うん、女性の財布の方もスマート、はい、まあ、小さいものが増えてきているというのはメンズと同じなんですね。そうですね、はい、やっぱりキャッシュレスっていうのもね、すごく、まあ、あの、まあ、そういった意味でもこういう、まあ、ミニマルというか小さいお財布はすごくやっぱり今人気ありますね。まあ、白とかってね、多分嫌いな人ってあんまりいないと思うので、まあ、汚れがっていうところはあるとも思うんですけど、うん、まあ、それこそ、あの、人にいただくものであればいいんじゃないかなみたいな。なるほど、すごい発想ですが、あの、でも女性って白好きですよね。そうですね。これ重要なんで、あの、白ってありですよね。いや、ありですね。私白大好きです。あ、本当ですか。はあ、もうバッグも好きですし、お洋服も白が好きですし、で、まあ、何より使いやすいっていうのが、はい、一番のおすすめでございます。はい、はい、ありがとうございます、はい、で、ちなみにおいくらなんでしょうかね。こちらはですね、あの、あ、重要じゃないですか、その、あ、重要ですよね。すいません、はい、予算はい、あの、税込みで5万600円に、はい、なるほど、まあ、はい、あの、5万円予算の方はそうですね、なかなかいいんじゃないですかね。はい、いいと思います、はい、でもね、マルニって聞くと、はい、もっとするのかと思います。そうですよね、はい、でもパッと見にやっぱりすごい可愛いので、それも大きな魅力ですよね、はい、うん。で、続いて、はい、はい、あの、この小さいお財布があるということは、小さいバッグも今トレンドですね。ああ、そうなんですね、はい、カバンも小さくなってきてるという、はい、ということで、こちらのザネラート、あ、これはもう、はいはい、おなじみの、はい、ブランドですね、はい、で、今回こちらがのスーパーベイビーって言って、これがベイビーっていうサイズなんですけれども、さらに小さいスーパーベイビーが
登場しまして。新しいんですか、モデル自体も。昔あったんですけど再登場。再登場。あ、そうですか、はい、結構町があるので収納力はすごく高いんですよ。そうですね、もう一個入ってしまいそうなぐらいの、うん、はい、なんかまあお財布、お財布、あと携帯とちょっとしたこうリップとか、うん、まあ、そういう化粧品もあの入るので、まあ、十分な収納力がありますね。チェーンがついてるのでこういう感じでね、斜め掛けにしてもらったりとかして。あ、でも可愛いですね。スタイリングで合わせるとやっぱちょうど小さいですけど、ちょうどいい大きさですね、はい、はい。まあ、ちょっとやっぱり小柄な方とかは特にこのサイズもすごくいいと思います、はい、とかこのムートンっていうのもやっぱり毎シーズン出てるんですけどすごく人気です。ムートンはこっちの大きさなんですね、こちらの方の大きさなんですね、はい、はい、ムートンはこのベイビー。お値段、はい、いくらに肝心の、はい、税込みで、はいはい、8万6900円になります、はいはい。でまあ、ちょっとこちらはもう少しお高くなりまして税込み10万7800円になります、はい、あ、でもアラウンド10万円で、そうですね、お考えの方にはギリギリ、はいはい、いいんじゃないかなっていう感じの価格帯に、はい、バッグでも白はおすすめですか？そうですね、あのやっぱり冬の白ってすごくいいですよね。あ、まあ、あの華やぎますよね、うん、こうやっぱりどうしてもダークな色目が秋冬は多くなるの で、はい、まあ、そういう中にこうパッと白が入るとすごく映えますよね。そうですね、うん、これはでもね多くの女性の方に支持されそうな感じの。そうですね、やっぱこうムートン素材、はい、まあ、他のねブランドとかでもやっぱりこういうムートンっていうのはたくさん出てるので。しかもプレゼントでもらうこういうちょっと冬っぽいカバンっていいですよね。なんか年中使えるのはまあ、うん、まあ、まあ、自分でも ねいいですけど、こう、うん、なかなかメンズにはねこういうねカバンでシーズンを出せるっていうのはなかなかないんですね、うん、まあ、その辺もやっぱレディースならでは、はい、そうですね、お楽しみいただけるところかなと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、では、はいはい、続きまして、あの前回もグジと一緒にご紹介させていただきました、はい、ジョシュア・エリス。サイズを気にしなくていいアイテムですね、はい、そうですね、まあ、鉄板ですね。そうですね、ギフトの大判の方ですか ね、 これね、はい、もうレディースはもう大判のみですね、はい、オーダーが。ちなみにこのねブランドの素晴らしさについてはあのちょっと以前ご紹介しました、ね、あのグジネットワークの動画をご覧いただければと思いますんで、すごくあの女の人が聞いてもあなるほどなって思う要素がたっぷりの動画になってますね、はい、はい。でまあ、このジョシュア・エリスのいいところって例えばまあパートナーの方とこう共同でつけれる、はい、シェアができるっていうところ、はい、まあ、送ってもまあ一緒にも使えますよっていうところが。なるほど、はい。でまあ、レディースしか取ってない色とかもあるんですけれども。確かにそうですよね、はい、基本的にはまああのユニセックスでお使いいただけるので、うん、その方のいつものお洋服の色合いであったりとか、まあ、カジュアルなのかエレガントなのかっていうのとか、まあ、そういうのをちょっとこう教えていただければその中からどういう柄がいいとかお色がいいとかっていうのはこちらでご提案させていただけるかなと思ってます。ちょっと巻くとどんな感じか。あ、そうですね、はい、今日のスタイルこれにしましょうか。あ、はい、はい、もう本当に大判なのでたっぷりこのサイズ感になるんですけど、やっぱ女性が分かれるとすごいボリュームが分かりやすいですね。あったかそうですね。そうですね、すごいやっぱボリュームがあるので、はい、まあ、アウターが例えば少し薄くても、うん、首にこんだけあの温かみがあるので十分な効果に。あ、なるほど、はい、まあ、なりますね。巻いてもいいですし、こうショールを、はい、肩からかけてもいいので、はいはいはい、メンズと共通のサイズなのに、うん、女性の方も巻かれても全然いい感じの、うん、そのサイズ感というか長さとかね、そういうのも、はい、やっぱこのボリューム感がね、レディースは特にあの人気ですね。で肝心のお値段なんですが、はい、こちら税込みで6万2700円になります。シェアしたいですね。これねシェアできる、ね、はいはい、お色味ですよね、はい、まあ、いくつかね、うん、シェアできそうなものも、はい、はあ、ありますので、たくさんあるので、はいはい、ご覧になっていただければと思います、はいはい、続きまして、はい、お結構たっぷりですね。そうなんですよ、はい、ちょっとまあレアアイテムを。あ、ちょっとあれですか、あの難易度高めのやつですか。難易度高めのやつ、メンズでも大人気のこの秋冬スタートした、これねすごいです、マンリコカシミア、スーパーカシミアのレギンスです。これはね、とんでもないいい
着心地なんですよね。そうなんですよ、はい、上着ですらあのトップスですら着心地はいいのに、はあ、履いてみました。これあ、こう履きましたすごそうですね。いやもうすごい、やっぱり肌触りもよくって暖かい。あの仕入れる時に NG が出てたんですか。出そうな、出がち、出がちクリボから、まあ、はい、そうですね。なんであの言ったら絶対あかんって言われそうだったんで言いそう、はあ、こっそり取りましたそうですか。でもなんか人気と聞いてますが。そうなんですよ、はい、もう4点仕入れまして、すでに3点売れてしまう。可愛い目に仕入れたんですね。そうなんです、はい、まあ、ちょっと控えめにね。色はこの1色だけですか。これとあと黒があったんですけど、今まさかの、はい、黒はもう完売。もうこの現物のみ。そうなんです。ということですね、はい、おこちらのみで絶対怒られるんであのそんな仕入れてたんかみたいな感じで、ね、あでもまあ結果はオーライということで、はいはい、なんかやっぱりこの、 あのここに入ってるデザインがすごい足を綺麗に見せてくれるんですよね。なかなかこれもね、うん、あまりこう普通のパンツ、ニットパンツでは見ないディティールですね。そうなんです、はい、ちょっとね長めのチュニックとか、はい、まあ、そういうものの下に履いてもらったりとか、なんかまあお家でも着れるけれども外にも着れるしっていうのと、うんうんうん、リラックスした感じの着心地っていうものは求められるところでもあったので、はい、まあ、そういった面でも、まあ、移動とかでもねすごくいいですよね。エレガントすぎる移動着ね。ちょっと、まあ、残ったら私、はい、あの次の出張の時飛行機の中で履くのに買おうかなって思ったっていう感じです、ね、ああなるほど、はい、いいですね。これは本当にあったかいんですよ。しかも伸縮性がすごいですね。そうなんですよ、カシミヤ100なのに伸縮性が ね、はい、ストレッチ感が、ね、はいはい、ニューヨークの店でバカ売れらしいですよ。あ、そうなんですか。このスーパーカシミヤのアイテム、これは本当にいいですよね、はい、日本にはねまだ入ってきたばっかりで、そうですね、まだねご存じない方も多いかと思うんですが、もう来年の秋冬もあのしっかりやっていくと決めてますんで、はい、まあ、なかなかこれもね自分で買うとなるとちょっと躊躇するお値段なんですよ、はい、あ、まあ、ちょっとドキドキしながら聞いてもいいですか。こちらですね、はい、税込み9万3500円です、はい、他にはないアイテムそれだけの価値はあるっていうことですね、はいはい、それはもう履いていただければよくわかると思います、まあ、これは確かにそういったところがおすすめでございます、はい、ありがとうございます、はいはい、では最後、はい、あ最後です、はい、まあ、あのちょっとクリスマスっていうのとはまた違うかもしれないんですけれども、はい、お世話になった方であったりとか、ま、なんかちょっとこうちょっとしたギフトをあの渡したいなっていう時とか、食事ごちそうになったりとか、あ、そうですね、はい、よくあるシーン、あ、そうですね、はい、はい、男性の方女性の方限らずあの使っていただけるものっていうのがあるので。俺もしたっけ。そんな、そうなんです、オープン当初からやっているブランドです。ちょっとご紹介いただいてもいいですか、はいはい、ではこちら、はい、こちら赤カッパ、あのイタリアの150年ぐらいの歴史があるこの赤カッパ、なんかこう有名ホテルで使われたりとか、あ、そうですね、五つ星ホテル、エアラインのファーストクラスのアメニティとかでも使われているプロフェッショナルな人たちからも人気なアメニティ、イタリアですね、はい、ベネト州、はい、あ、そうですか、はい、ベネチアの州ですね、そうですね、はい、で、まあ、もともとこの、 あのコームから始まったブランドになるんですけれども、あ、そうなんですね、まあ、今すごくたくさん、香水から始まりホームアイテムまで、そうなんです、幅広く結構取り扱いがあって増えましたね、はい、でまあ、この赤カッパあのたくさんあの香りも種類があるんですが、ビリエッタはもう、はい、ホワイトモスっていうこの赤カッパ独自の香り一種類のみで取り扱いを、あ、それでこのムスキオビアンコ、これはホワイトモスという意味ですね、はい、そうなんですよ、はい、ラベンダーがベースになっていて、はい、そんなにこうあの特徴がすごくある香りかって言ったらそうではないので、はい、まあ、これはあの本当に男性の方も女性の方もあの両方お使いいただける香りで、まあ、そんなにあの好き嫌いはないかなっていうところをがまあポイント、まあ、人気の秘訣なのかなとは思いますね、うんうん、まあ、例えばまあ今だとすると、まあ、こういうハンドウォッシュにハンドウォッシュハンドクリームあーなるほどに、アルコールのハンドジェルってそんなもんあるね。そうなんですよ、まあ、こういうセットとかあとはあのディフューザー、はい、これとかね本当お家で寝室であったりとかお手洗いとか、かわいい入れ物ですね。そうなんですよ、使っていただくっていうのもいい、ね、この香水もこういうミニサイズがあるので持ち運びにすごく便利ですね。
最近こういう、ね、ミニサイズが、ね、そうですね、いいですよね、うん、香りが一つに絞られているのはありがたいですよ。そうですね、分かんないですよ、なかなか。でも今ちょっと香るとなかなか確かにメンズでつけても大丈夫ですし、そこまで確かに主張しすぎないという意味ではつけやすいなとは思いますね、はい、メンズのスタッフもね、つけてる、ね、はい、スタッフいるので、はい、レディースメンズ問わず、はい、ちょっとしたお返しであったりとか気持ちっていうのでお手紙なんかとちょっと添えてねお渡ししていただくっていうのは、ね、効果的ということですね。はい、はい、思います。はい、ありがとうございます。以上でございます。年内最後の方、いやいやいや、年内最後の方、人もいるかもしれへんね。今日は何なんですか、この3人。なんか物もないし、商品、うん、そうですね、何なんですか今日は。座談会ということで。座談会だってちょっとウケるかなと思って言ったひいこがちょっとあんまりなんかちょっとスルーされてたから、これはちょっともう来年はちょっともういろいろなゲスト、誰がご出演いただきたい、ああご招待させていただきたい、これダラダラやってるけどこれでええんですか。ありがとうございます。ほんまにええのこれ。結構な、はい、ボリューム感でご紹介いただきました。そうですね、まあ、なんかお値段もねちょっと幅広く、そうですね、はい、お値段のことと、まあ、サイズ感ちょっと ね、はい、あまり気にしなくていいアイテムが多かったので助かりますし、なんかちょっとモヤモヤしたものが少し晴れたような気がします、はい、本当ですか。探しやすくなったんじゃないかなと、はい、クリスマスまでねもう残り少ないので ね、まだちょっと決めれていなくて焦ってるっていう方は、ちょうど、ね、メンズね、なかなかギリまで動かないです。そうですよね、はい、まあね、悩みどころですしね、はい、非常に参考になりました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、まあ、インスタ毎日、はい、今も、はいはい、さっきのね丸にもそうなんですけれども、もう春夏の新作が着々と入荷してきておりますので、はいはい、そちらの方もご覧になっていただければなと思います。BR チャンネルで、ね、何とか出てますんで、ね、はい、男性にとってもためになることを大丈夫かしら申してますんで、はい、よろしくお願いします。温かく見守っていただければなと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。